はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢敦史です。今回は今まで何百回と生徒さんからいただいた質問をこの動画で解決させていただきたいと思います。タイトルにもありました通り、個別商品をしっかりと見てくださいっていうことなんですけれども、逆を言えばこのカテゴリーの商品はとかコスプレはみたいな形で全体的なものをひとまとめにするような法則的なものを探し続けていて、結果的に商品リサーチが全然できていないってパターンの方っていらっしゃるんですよね。もっとわかりやすく言えば、例えばコスプレっていうのは1年間ずっと売れるんですかって質問をされる方ってちょいちょいいらっしゃいます。でもよく考えてみてください。何のコスプレかによって全然話は変わってきますよね。例えばカボチャのコスプレだったら当然ハロウィンの時にしか売れないだろうし、クリスマスツリーのコスプレであればクリスマスの時にしか売れないであろうし、他のコスプレに関してはそのコスプレの実際のアマゾンのデータを見れば、このコスプレはいつぐらいの時期に売れるのか、もしくは通年売れるのかっていうのが分かってきますから、まず個別具体的な商品をしっかりとどの商品を買い付けたいのかっていうのをある程度絞った後は、その商品の類似品の情報を見て、じゃあその商品が1年中売れるのかとか、そういったことを理解していただければと思うんですね。絶対的なひとまとめにした法則を探してって、もしくは講師の意見に 100% 肯定しちゃって依存的になろうとしちゃってて、何でもかんでも質問するって方が多いんですが、結局のところ Amazon 上のデータが全てですからね。Amazon 上で調べられますから、これがアナログリサーチ力なんですけれども、ツールに頼らなくても、極端な話講師の経験則に頼らなくても自分で調べることができるから、物販っていうのをどん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 邁進していけるわけですよ。経験則を持った人の意見を聞かないと進めないような手法であれば、初めから皆さん依存的にしかなれないものじゃないですか。物販ってそういうものじゃなくて、自力でどん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 進んでいける範囲が多いから、ご自身が独立独歩プロのセラーとして進めていけるっていうものですからね。それを絶対的な法則ばっかりを求めない、プラス私が絶対的な法則をまとめた特別な秘密の本みたいなのを持っていて、メモ帳みたいなのを持っていて、それを持ってるからよく売れる、物販でどん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 前進していけるって思ってる方がいるんですけど、そうじゃなくて、私が知ってるのは Amazon 上に全ての答えがほぼほぼ出てますよっていう事実だけなんです。それに基づいて精査していくっていうことですね。実際やってみましょう。例えばコスプレであれば何のコスプレなんですかって話ですね。コスチューム、例えばセクシーバニーガールで、ちょっと調べてみたとします。コスチューム、セクシーバニーガールで、ここに調べてみますよね。で、どのバニーガールかにもよるんですけれども、まあ例えばこの商品クリックしてみます。この商品クリックしてみると、これ一体クリスマスの時期に売れるのか、それとも一年中売れるのか、なんか特別な時期に売れるのか、何なのかなっていうふうに気になったら見てみればいいんです。で、ここに出てます。May 25th なので、これは5月に売れてる、で6月に売れてる、でこの下は5月に売れてる、でこれはセプテンバーですから9月に売れてるとか出てるわけですね。これも5月で、これはオーガスト、ジャニュアリー、フェブラリー、マーチ、エイプリル、メイ、ジュン、ジュライ、オーガストですから8月に売れてるっていうのがわかるわけですよね。っていうと、まあ8月だったらちょっとハロウィンにしてみたらちょっと早い時期だし、5月6月っていうのは別に特にハロウィンとかクリスマスの時期ではないですから、ってことは別に時期関係ないんだなっていうのが分かったりするわけですね。さらにここ見てみて、なんか類似商品でレビューが多いやつとかもチェックしてみるわけですね。類似商品でレビューが多いやつ、まあこれはレビュー1件ですけど、この上の方で、そうですね、似たような商品で、あ、レビューが22件50件とかありますよね。だったらやっぱりクリックしてみればいいわけです。バニーガールのこういうクラシカルなのがいいかなって思ってたとすれば、それが1年のいつ売れてるのかっていうのを見てみるってことですね。これノーベンバーですから11月ですか。11月に売れてる、ジャニュアリ、フェブラリー、マーチ、3月に売れてる、で、これメイだから5月に売れてる、これは3月に売れてる、とか、これジャニュアリ1月に売れてる。要するに、この商品は通年売れるっていうのがわかるわけですよね。っていう形で考えていってください。コスプレはいつ売れるんですかっていう質問をするのは、私は東京都の調布市っていうところに住んでるんですけど、東京都調布市の人たちの性格はどんな性格なんですかって言ってるようなもんなんですよ。真面目な人もいれば、おおらかな人もいて、優しい人もいれば怒りっぽい人もいるじゃないですか。
もしくはアフリカの人はみんな陽気なんですかって言ってるようなもんなんですよ。陽気な人もいるだろうけど、傾向的には。そうじゃない人もいるわけで、じゃあ結局アフリカの誰さんなんですか、例えば、東京都調布市の誰のこと言ってんですかっていう話になるわけですよね。ここをしっかりと個別商品にフォーカスして見ていく必要があって、あとは、今回の個別商品にフォーカスするっていうのは別にいつ売れてるかっていうことだけではなくって、例えばこのバニーガールのコスプレを買った人で不満を持っている人はどんなことに不満を持っているかっていうのも見れるわけですよね。例えばこのスターが3、要するに3つ星とか1つ星の人っていうのはどこに問題があったのかっていうのもここに出てくるわけです。で、ここのポイントっていうのは、例えば、まあ、これだったら分からなければ、Google 翻訳に直して見てみてもいいんですけれども、例えば、パンティーストッキングような感触、引き寄せられます。で、うんたらこうたら、体は緊張しています。試してみて分かりません。非常に失望した、とか書いてあるんですけど、こっちの英語の方を見ると、まあ、ボディーズタイトなんで結構きつきつやんけっていう話。要するに、サイズに対しての文句があったりとか、awkward if you don't have huge boobs とか書いてあるわけですね。で、まあ、ブーブスは胸ってことなんですけれども、あなたは共有持ってない場合はぎこちないって書いてあります。要するに、胸のサイズっていうのも、はっきりわかんなかったから、ある程度胸の大きさがある人でないと、ほにゃほにゃしちゃうってことですよね。ってことは、これ見てると、サイズ表記をしっかりしていれば、このような低評価のレビューはなかった。ってことがわかりますから、この商品自体が悪かったのではなくって、この商品の商品説明が悪かったってことなんですよね。サイズがちゃんと書いてないってことなんで。だったら、サイズを書けばしっかりわかった話、解決できるので、まだこの商品っていうのは、商品自体が悪いものではないっていうのがわかるわけですよね。で、例えば他の商品に関しても低評価のレビュー、特に低評価だった人のレビューっていうのをチェックすることによって、どういうポイントでイラッとしてたのか、っていうことがわかります。例えば、まあ、これは、arrived damaged with a part missing。これは、一部が損傷していて、で、しかも、一部の部品みたいな部分がなかったってことですね。あと、これは everything is cheap とか書いてありますし、あと、この人は、nothing else I could use it for Halloween って書いてます。The gloves are, これ、destroyed なんで、一回使っただけで、一日使っただけでグローブぶっ壊れた、手袋がぶっ壊れたって脆かったってことですし、あとはここは、and I didn't realize that the ear was sparky って書いてありますけど、要するに耳の部分がラメラメ、キラキラだったっていうの知らんかった、よく見とけよかったみたいなのが書いてあったんですけど、だったらここにしっかりと我々が書いてあげればよかったんですよね。もしくはここ写真2枚しかないですけれども、写真を増やして、しっかりとこの耳っていうのがキラキラですよっていうのもここに明示してあげれば、こういう人の低評価は防げたっていうことです。ですから、今回の話をまとめます。多くの生徒さんが全体的な法則みたいなのを求めがちで、こういう商品はどうなんですか？このコスプレは1年売れるんですか？とか、例えばこのドレスっていうのは1年中売れるんですか？それとも季節、決まった季節に売れるんですかっていう質問をよくいただくんですが、Amazon に全部答えが出てます。具体的に、その気になってる商品、まず具体化していただかないと、ドレスはとか、カバンはとか、コスプレはっていう大きな括りで一つの法則を探そうとしても無茶な話です。傾向はわかると思いますけど、無茶な話なんで、そしてその傾向っていうのを当てはまるかどうかっていうのが曖昧なんで、あくまでも例えばちょっとクラシカルなバニーガールのコスプレだったら、クラシカルなバニーガールのコスプレについて、実際に調べてみて、類似商品でレビューがなるべくたくさんついているもののレビューを見てみて、いつ売れたのかっていうのがまずわかります。で、低評価のレビューの内容を見ることによって、自分が出すんだったらどこに気をつけていけばいいのかっていうのがわかります。そういう形で、個別の商品っていうのをしっかりと見ていっていただければ。で、もし、この感覚を忘れそうになったらぜひ思い出していただきたいのが、私は東京都調布市なんで東京都調布市の例出しましたけど、例えば新宿区に住んでる人がいたら、新宿区に住んでる人はみんなキャバクラ嬢なんですかとか、そんな質問、正直、バカバカしい質問だと思うんですけど、そんな感じの質問を物販に関してしてる人っていうのが結構多くいらっしゃって、そういう大きくひとまとめにして、10人からげにして考えようとはしないこと、あくまでも個別商品単位でしっかりと Amazon 上の事実、データをしっかりと見ていただければ、その一つ一つの商品に関してのほぼほぼ答えに近いヒントみたいなものが出てきます。ツールに頼らなくても、
アメリカっていうのは特にモノレートないですから、まあ、一番あるんですけど、モノレートの米国版って全く使い物にならないので、そういうツールとかに頼らなくてもしっかりと商品リサーチはできますので、そのポイントをご理解いただければと思います。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢氏がお届けいたしました。では失礼いたします。はい、今回も最後まで動画ご覧くださり誠にありがとうございます。講師の黒沢です。最後に私が構築して皆さんに提供させていただいている無料講座について簡単に説明させていただければと思います。こちらの無料講座はこの動画の下、動画説明欄にある URL から登録することができるんですが、5日間のメイン講座プラス7日間の補講講座、合計12日間の無料講座を皆さんに提供させていただいております。海外転売に興味がある方、海外転売のことを体系的に真の部分も含めて知りたいという方、物販には興味あるんだけれどもいきなりお金を払ってどうこうということに躊躇されている方は、ぜひお気軽にご登録いただければと思います。ちなみに私の無料講座に登録したが最後12日間経った後もどんどんメルマガが送られてくるということは一切ございませんので、その点に関しましてはぜひご安心いただき、お気軽に登録していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。